こんにちは。上島竜兵さんね。ともようですかね、季節面師の。まあ、結面師って私よく知らなかったんですけど今検索して見てみましたら、まあ確かにね、なんかいろんな思いが私の中にも出てきましたね。うん。なんかね、これはダチョウ倶楽部とは全く関係なくって、まあ私がもしね、芸人を目指して下積みを送っているとしたらということで、ちょっとストーリーを考えてみたんですよ。で、どれだけネタをすり合わせても、 どれだけコンビをね入れ替えても全然売れないとチャンス一つ話一つ聞いてもらえなくってその挑戦するステージにも立てないっていうねそういう苦しみの時期を多分駆け出しの頃って過ごすと思うんですよでその中でたった一人でもいいたった一人でも聞いてくれるんだったらその辺の公園でも駅前でもどこでも俺は芸をやるぜネタをやるぜみたいな感じでね誰か自分のネタを聞いてくれ見てくれみたいなね えー、そんなことを日々思いながらやっていくんだなと思うんですよ。で、えー、テレビで売れっ子の芸人を見ていいなこいつはなんでこいつは売れるんだろうとどこに自分との差があるんだろうもし自分がこんな大舞台に立ってね、まあ、一流のお笑い芸人と呼ばれるようになるんだったら俺はもう死んでもいいよと命と引き換えにするから俺は芸人になりたいんだみたいなね思いを 下積みの頃って募らせると思うんで,すよでも本当にどん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 自分が売れていって多くのステージに呼ばれてもう断りたいぐらい仕事が舞い込んできて街を歩けば変装しなければねもう人だかりができるぐらいに自分の知名度が上がってそれは本当は嬉しいはずなんだけどもでも売れない苦しみ売れる苦しみ おかしいですよね自分の希望通りになったのにその成功が自分を縛りつけてもう二度と売れない自分に戻れないっていう恐怖というかねでそこでねどう「もうこれ自分が売れるんだったらもう死んでもいいよ」っていうような気持ちを駆け出しの頃持っていてそしてね夢の中で悪魔と契約するわけですよよしお前を売れっ子にしてやると。そののの代わり売れっ子の絶頂期の時に 一番価値の高い時にお前の命をもらいに行くよみたいな。夢から覚めて。そんなことあるわけねえじゃねえかよみたいなね。世にも君の物語みたいなストーリーに出てきそうですけども、そこからどん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 売れて、売れまくって、そしてね、本当にスターダムにのし上がって、右に行っても左に行っても自分を追いかけるファン、自分のネタで笑う人ばかりあ。あ俺は この国を笑いに包んでるな幸せにしてるんだなと自と共に認める大物芸人になった時にふと思い出すんですよねもしかしてあの夢で見たことは本当だったんじゃないかなと,ということは俺はこの絶頂期に一番価値の高い時にあの悪魔か死神かわかんない奴が来て俺の命を刈り取っていくんじゃないかなとやべえな売れ続けるのもどうしようみたいにねもしかしたら 動揺し始めるのかなそして実際にその動揺が不安を呼び不安を感じてもなかなかその時夢に出てきた悪魔だか死神はやってこないやってきたら全力で自分の命をたた守るために戦うのに全然やってこないいつ来るんだいつ来るんだとおののいてるうちにもういっそのこともうこんな怖いんだったらもういいやみたいな感じでね妄想から 現実が生まれるのかかなとかね、まあ、そんなことをね想像してしまいましたねうんでもね上島竜兵さんに話を戻すと上島竜兵さんに限らず人っていうのはいなくなってからの方が心に深く刻まれちゃったりするんですよねいる時ってのはほとんど気にせずに「最近テレビ出てこないよね」ってかもう生きてないんじゃないのみたいなことをね簡単に想像しちゃったりするそして 仲のいい友人も10年20年会わない関係っていうのは結構あってそれこそね久しぶりに会う時がもう会えなくなった状態っていうことも結構あると思うんですよさあいろいろとね想像の幅は尽きないんですけども今回のテーマは思い出ということでねちょっと思いの言葉を使ってみようかと思いますまあ思いだけは思い出っていうのはねおそらく自分だけのものであり 自分だけのストーリーであり、自分だけの一つの映画みたいなものかなと思うんですよ。過去を思い出して、どういうふうにね、都合よく解釈しようかな。どのように都合よく美化しようかな。それ全部自分のものであり、その中で出てきた過去の友人、クラスメート。全部自分の都合のいい脇役として使えるんですよね。うん、彼女と付き合って振られました。でも、彼女には実は裏ではこんな事情があって。 今でも自分のことを好いていてくれるんだけども更なる自分の幸せのことを思ってあの時は彼女は気を利かして去っていったのかなという風なねこんな都合のいい解釈をして同窓会で久しぶりにその元彼女だったら今でも気があるんじゃないかなと思いながらチラチラ見ちゃったりするそんなことはねよくあるんではないかなと男の人は思いますけどねで過去ってのは多分ね失った時間なんですよねもう戻らない固定化されちゃったものだから 美しくなるし、美化させることもできるし、うんで別の言い方をすると失えたものなのかなと。失くせたものなのかなと思うんですよ。で、過去に対して現在っていうのはあの生まれつつある時間ですよね。だからこういろんな形に変えることができるで。うまくいかないと自分の望まない。形に現在っていうのがなって。それがすぐに固定化された。過去になるから。 今を生きろってことなんんじゃななないかなと思うんですよ、うん、なるべくなら自分の最適化された過去にするために今を生きろなのかなとえそして未来っていうのはまだ得られていない時間であり手元にないチャンスとも言えます未来っていうのはねだからその未来について現在を最高に紡ぐことによってさらにチャンスの多い未来を引き寄せることができるのかなっていうところですよね まあ今頑張って例えば稼げるようになると、うん、投資をするチャンスが未来から迫ってくるとかね未来に出会うべき、まあ、自分好みの女の子を今稼げるようになったことによってなんか物にできるチャンスが広がるとかね <laughs> まあこういう発想がねもう本当に全然幼い頃から進化してないなと思うところですけどね。 未来っていうのはねまだね得られていない時間誰のものでもないかもしれない自分のものになるかどうかも分からない時間ってことなのかな、うん、で生きているってことはまだこう過去未来現在を含めて生きているってことは未確定なんですよね全てが未確定生きている状態が終わった時に全部が確定してはい一長上がりになってしまう 何かね,なんかね思い入れってすごい貴重なのは人間はいつかね生命を終えるんですよね走馬灯のように自分の人生を振り返るとかって言いますけどもおそらく死を待つだけの、うん、ベッドで横たわり、うん、自分がこれから旅立っていこう続きねこの世の中に残していく 大切な人と最後の時間を語り合う、そういうふうな時間も残されている場合があると思うんですよ。その時にその2社の間で何が語られるかっていうと思い出なんでしょうねきっとね。あんなこともあったこんなこともあったあんなところにも行ったこんなほろ苦いこともあったよねと。その思い出がすごく大切なものであればあるほどまだ生きていたいなと思わせるところもあるし。 うん本当に素晴らしい人生を自分は送らせてもらったなというふうに振り返ることもできるし思い出ねいつだったかね小野田さんも言ってたんですけども人生とはねやっぱ思い出作りだとか言ってましたね精一杯いろんなことをしたりちょっとした失敗をすることによってそれが全部思い出に変わって自分の人生というねそのストーリーの中に一つ一つあのエピソードができる。 その付箋を挟むようにね思い出せることがたくさんあって思い出したくないこともあるだろうけどもそれも込みでああ自分の人生だったんだなっていうふうに思えるというかね、うん、まあなんかいいっすね、うん、私たちの人生には青春というものがありましたけどもまだ未経験であり物知らずでありだからこそ無限に自分の人生が膨らんでいくっていうふうなね うん、いろんななチャンスに気づける時だったかなとで一つ一つチャンスに手を出しちゃ飽きたり失敗したり離れたりちょっとだけ自分の希望をつかんだりとか、ね、全部思い出になりますよねでだん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 チャレンジしてもしょうがないことに気づき始めるんですよそれがまあだんだん大人になるってことかなとこれをやってもしょうがないよねまさに。 意味があるんですかみたいなことにこだわり続けるんですよ。人生は年を取れば取るほど残り時間が少なくなっていくことを感じるんで効率的に考えちゃうんですよね。効率的に考えた時点でもう青春は終わってるんですよ。青春というのは自分の身の丈を知らずにどんなものにでも挑んでいく。そんなエネルギーだったのかなと思うんですよね。できもしない、ありもしない夢を語り合って夜を明かす。自分の 人生を想像してワクワクしてさあ早く時が経たないかなその時にならないかなっていうふうに時間が経つことを期待したりとかねいろいろあるのかなと思いますよね思い出ね、うん、そのケツメイシの「友よ」っていうのを見てねまだ売れてない頃のダチョウ倶楽部の写真があるんですよね。あのの頃っていうのは実は実 何もないけどむちゃくちゃ思いを持っていたんじゃないかなと。で売れてしまえばもう山を登る楽しみってのはどんどん減ってくるのかなと。転落の恐怖の方がもしかしたら増えるのかもしれませんし特にお笑い芸人みたいになってくるとみんなが何を期待してるのかなっていうところに押し潰されていくところもあるのかな 今まで以上に面白いものを見せないといけない。新ネタを受けないといけない。いろいろ追い込まれていったりとか。あとは自分にまつわる様々な評判ね。やっぱり評判で飯を食っていく立場としては、その評判がどんなに小さいものであれ、そこから拡大して火種がね、燃え広がっていくってこと、まさに炎上ってものを、ものすごく怖いと感じる部分もあるのかなと思うんですよ。特に 今、50代以上を過ぎる方っていうのは、夢を誓い合った頃には、これほどまでに情報がね、手軽に人の発信媒体として根付くと思わなかった。Twitter 一つにしてももう、普通の人が何気なく発した言葉がトレンドに上がって、誰が発信元かわからないけども、多くの人が共有している思いに変わっていく。これは、結構モンスターなんじゃないかなと思うんですよ。 以前は有名人は発信するばかりで自分の手元に届く声っていうのはファンレターぐらいでねいろんなものがフィルタリングされて悪いものっていうのは届きにくかったんですよでも今は届きやすくなっちゃったね本当に芸人農人の方自身がブログをやったり SNS をやったりするときに途中でフィルターのないものが直接自分の 目に耳に耳届いたりするうん売れてない頃はこんなものはなかったのに売れ出していきなり自分を暴くものが出てきたりするいやー結構怖いんじゃないかなと思いましたねそして自分に対してのファンの期待がこんなに大きなものなのかと自分はもうちょっと休みたいんだけどなっていうところを許してくれなかったりとかね、うん、まあ全て思い出ですね 思い出は時とともに美化されていってそして痛みをね忘れさせてくれるというふうな言い方になりますけどどんなに大切な人が過ぎ去っていってもそれから間もなく時間が過ぎればその悲しみも思い出に変わり、うん、今生きていたらどうだろうかっていうふうに、うん、思うことはあってもいつまでも悲しみに暮れて 心が押しつぶされているってことはなかなかなくって、うんまあ、過ぎ去った人をね忘れてしまうのは非常に寂しいことではあるんですけども人間が生きるその都合を考えればある程度は忘れていかないと、うんまあ、なかなかね生きていけないってことになるのかなと思いますよね。 まああの上島竜兵さんが出てくるこの「友よ」っていうのもすごくいいですね。こういう風なビデオを作ってもらえるような人生っていうのもある意味羨ましいなと思います。うんえー、私はビデオを作ってもらえるような立場じゃないんで自分でね PV 作るしかないですけどね。<laughs> じゃあ以上ですね今日は、はい、深夜3時に目が覚めました。じゃあ今日も一日スタートします。